E1 からずっと使ってますね。T1、T2、T3、T4 まで。で、H1 はまあ未だにまだずっと使っています。とにかく進化してくるのに一緒に私も軽量コンパクトに助けられ、自分自身の写真もちょっとずつ助けられて進化してきたっていうのが X との付き合いですかね。X のおかげです。S を持ってじゃあ一番最初どこに行こうか、何を表現しようか、いろんなテーマ持ってるんですが、まず一番軸となるのが水のテーマ、水の輪廻っていうのを写真で表現したいってずっと思っているので、場所も選び撮影に臨みました。山に降った雪が溶けて、途中湖や滝や小川なんかを流れて結局海に流れていって、またそれが水蒸気となって上がって雲になって、また山にぶつかって雪が降ってという、そういう水がこうずっと循環して輪廻していくっていう、その様を水の物語、水の輪廻というのを皆さんにお伝えできればいいかなと思って、そのブナの森にブナの木肌を雨が伝わって流れのようになって、ずっと木の幹を張っていくんです。それがまるで川の流れのように見えるということで、樹冠流って木の幹の流れということで表現してるんですけれども、ずっとそれは撮りたいと思ってたんですけれども、 H2 でようやく今朝撮ることができましたね。で、 H2 を実際手にしてみて、まあ、外側はそんなに変わりないかなと思ったんですけど、ちょっと若干ずつグリップがちょっと大きくなって握りやすくなってたり、ビューファインダーが非常に見やすくなったなというのはありましたね。暗い森とか結構入ったりするので、ファインダーが非常に明るくて見やすくなったっていうのは非常にプラスに働いていると思います。 H1 の時も非常に手ブレ補正がすごくてびっくりして、だいたい手持ちで8分の1ぐらいで表現できてたんですよ。それが今回 H2 になって8分の1は普通じゃんみたいな感じで、4分の1ぐらいでも全然描写できて、手持ちで4分の1ってちょっと未知の世界な感じがして、 H2 の画質は高解像度ということで、まあ、ファインダー覗いてプレビューをした時の写りの良さとキレの良さっていうのはもちろんなんですけど、私が感じたのは、まあ、レンズも選ぶかもしれないんですけど、絞り込みすると普通は解説現象が起きてちょっともやっとしちゃうんですね。ですが今回いろいろ F8、11、16、22までいろいろ絞って同じシーンで撮ってみたんですけど、その絞り込んで撮れるぞっていう、そういう印象が一番大きかったですね。撮るんじゃなくて撮らせていただくっていう言葉で言えば、向こうからこうちゃんと答えてくれるまで待つっていうのが、そこは一番大事にしてますね。自分が撮ろうという上から目線だと風景絶対に微笑んでくれなくて、やっぱりその瞬間になるまでこちらが合わせて待つっていうのをちゃんと見られてるような気がして、ワンカットのために10日も1ヶ月もかけて撮ったりする場合もありますし、たった1枚を撮るために非常にこう時間をかけたりで、またその1枚を撮るためにやっぱ勉強します。いろんなことを、環境のこととか地理のこととか風土のこととか、それをこう点と点で全部埋めてって、自分が面にして写真として1枚の面にしていくっていう、ただ写真を撮るのではなくって、その写真1枚作るその過程というのを非常に大事にしながら撮っていきたいと思っているので、そこら辺がこだわりなのかなという、その写真の一枚の意味というか奥深さっていうのが表せることができればそれが一番嬉しいので、そこがこだわりといえばこだわり、ただ綺麗な景色だけではないっていうことがこだわりなんでしょうかね。はい。